あぶれて休みになったけど、協定にするジャグ、あ、協定っていう手もあるな。協定にするジャグラーにする、どっちにする。予算は、予算は3000円。予算3000円やったらでも協定の方が良くない。予算3000円だったら協定の方が良くない。だってジャグラーは上限あるでしょ。昨日一時連、ビッグ一時連に2回ジャンバリ聞いて、2回ジャンバリ聞いて、結局いくら買った？え、いくら買ったん？昨日は、え？ 6500円買ったけど、結局2000円あれから突っ込んで、4500円しか買ってないの、昨日。ジャンバリ2回聞いて4500円しか買ってないジャグラーにするか、それか、マックス上がない協定にするか、どっちがいい。予算は3000円。いや、家賃払えねえよ、どうすんだよこれよ。いや、笑い事じゃねえわ。もうどうする、家賃20万円の家賃どうする。家賃と携帯代もうどうしようもない。もう笑いしか込み上げてこないけど、いや携帯も止まるで、マジで。君らが20万円の花火をくれたらそれで済むのよ、別に。あの、俺無理して働かなくても君らがね、あの20万円分の家賃、あのアイテムをくれたらそれでいいのよ。俺どっちでもいいの、うん、家賃と携帯代が払えたらぶっちゃけね、俺どっちでもいいの、うん、何だっていいの。俺が面白かろうが面白くなかろうが、俺家賃と携帯代払えたらそれで何でもいいの。もう君たちが面白いとかどうとか、もうそんなことどうでもいいの。俺も携帯代と家賃だけ払って、それでいいわ。暇やからひげ剃る。考えてんけど、あの暇な時ほどいらんこするから、暇な時はひげ剃っといて。暇な時ひげ剃っといたらね、あの何、時間も無駄になれへんしね、あのおひげも剃れて一石二鳥でいいでしょ。ヒゲって何で伸びてくんねやな、無駄やね、マジで。ボートする、ボートだから、あのボートするんやったら楽天銀行にお金入れなあかん。楽天銀行にコンビニでお金で220円取られんねん。220円、220円も手数取られんのよ。なんか違法法ない？楽天銀行の口座にお金入れる違法法ない？ペックス経由やったら一発。ペックス、俺今いくらあんねろ。俺今ペックス何ポイントあんねやろ。ペックス何ポイントあるか見てみる。ペックス、ペックスが1000ポイントぐらい残ってたらいいな。ペックス、あ、ペックスだから 10倍が1万ポイントぐらい残っとかんとあかんのか。あー、ダメだ、2000ポイントしかねえわ。ペックス、ペックス2000ポイントしかねえわ。あー、他の銀行に変えたら、変える、他の銀行に、JNB に変える、JNB に。みんなどこの銀行使ってんの？
で、ペックスからやったら、あの、ファッチのポイントをペックスにピュッと変えるでしょ。で、ペックスから楽天銀行ピュッとお金入るでしょ。そこからボートにピュッとお金入るでしょ。だからすぐなのよ。これはだからみんなにこじらなあかんな。ちょっと3000円分の、あの花火ください。ちょボートしようぜ、みんなでボートしようぜみんなでボートしようぜっつっても、買っても俺の金やけど買ったら俺の家賃になるだけやけど、ちょっとみんなちょっとお願いします、お願いします。平和な枠やな。あ、人参誰か食えてる、ありがとうございます。人参ね、人参、あ、翔太さん人参です。平和な枠やろ、うち誰かさんの枠に比べたら。ラジオでガサゴソガサゴソやってるだけでね、200人ぐらい見てんのにノーアイテムやで俺なんだかんだ言って人参でもメガネもまだもらえる方や、まだ平和やろ。だ言ってるやん、だから閲覧じゃないって。いや閲覧、確かに閲覧大事よ、配信で閲覧大事よ。でもあの何、あの監視されるだけの閲覧とかはいらんやろ。俺あんな200人に見られてノーコメントでずっとやったら俺も何していいかわからんくなるわ。まあでもあれはあれやな、男やったらよかったのにね。男やったらはっちゃけてなんか化粧でもして踊っときゃね、200人やったら花なんかこうアイテムも飛んで別のものに利用できる閲覧になるけど、まあ、あれはあの性格でな、ねち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 お前ガサゴソガサゴソラジオ配信やれてみ毎晩毎朝さようからね、そらああなるで、そらアイテムも飛ばんわ。俺が言うのもなんやけど、別にこれで飯食えてるわけでもない、俺が言うのもないんやけど、そらあれでアイテムは飛ばんで。でも枠を開くあの神経がすごいよね。いまだに枠を開けるってあの神経が俺はすごいと思うわ。むしろもしかしてこれタヌキ枠なってない？俺タヌキなってない？大丈夫？これタヌキに変えようか。コメントしづらいやつが俺やろ。少なからずタヌキ、あのあれや、あのタヌキじゃ、あ、タヌキなそうで、3万以上の入金やったって、それも3万以上や、3万円以上って3万円やで、3万円やで、あるわけないやん、3万円も。あったらこんなことしてないわよ、朝早うから。昨日あぶれとんねんで、俺仕事出まない。錬金記録また途絶えたわ、もうこれで。昨日の仕事とね、俺は一昨日の段階で昨日の仕事飛ぶの知ってたからあれやけど、3日前から知ってたからあれやけど、あぶれとんねん昨日仕事。どうする？まあその分ジャグラーで買ったお金置いてあるけどね。3万円入金は手数ただやから、3万円入れて2万円下ろしたらいいんじゃん。え、3万円入れて2万円下ろしたら、2万円下ろすときまず手数取られんのこれ。おはようございます皆さん、おはようございます。安定のヒゲ剃り配信からです。なんかちょろちょろ来たで、ちょろちょろなんか来たで。ゲイサイトに拡散しろよ、ゲイサイトに。ゲイでも何でもいいわ。閲覧また戻して。閲覧、あの、誰かさんじゃないけど、俺も多少の閲覧は欲しいから、閲覧、閲覧、絶対主義じゃない、閲覧絶対主義じゃないけど、さすがにこの数字では無理やろ。朝から。で、減ってきたんで、また。また2ちゃんに書くか。2ちゃんに書くか、自分で書くわ、もう。誰もやってくれんから、自分で書くわ、もう。君ら誰もやってくれへんからな、ほんまに。ねえ、誰もやってくれへんからな、マジで。なんで自分でせなあかん。あのね、枠主が自分でごちゃんとかに宣伝するやつ、なかなかおらんと思うで。囲いさんがやってくれるかとちゃうの、そんなこと。これ自分ですること、これ。ね、え？ 2 チャンネルに書くな。書いたらあかんの？書いたらあかんの？いや、多少の閲覧は来るやろ。荒れるけど。
荒れるけど。拡散してきてよ。多少のやつらもいるで、なんやかんや言うて。これは無理やで。俺の悪も何た、まあ、こんな閲覧やから別にいいけど、あれでしょ、少なからず見てる人は潜ってるだけってことでしょ。ね、監視されてんの俺も。俺もついに監視対象入ってんの。やめて監視対象とか。じゃあぐらい行こうかな。ジャグラー行こうかな。ジャグラーで3000を1万円に増やして、あか1万円じゃ手数取られるのか。ジャグラーで3000を3万円に増やして手数料無料で競馬しようか。あ、じゃあ競艇しようか。もうそれしか道は残ってないやろ。それしか。今月家賃2倍、せいぜい2倍で。いや、もうあの、昨日、しゅんちゃんも言ってたけど、あの、今月の家賃の支払いもカミングスーンやで。携帯代も家賃もカミングスーンやで。俺、電気代も払ってないけど、電気止まらんで大丈夫かな。もう無理やって、マジで。ドゲンカ戦といかんぞ、ドゲンカ戦と。3ヶ月滞納したら追い出されるも何も、追い出される前に居づらくてしゃあないわ。この間の家賃払ってないだけでも今居心地悪いのに。さえさえも。こういう時不便やな、上に家主住んでるって。毎日顔合わせるやん。あわよくば毎日顔合わせてまうやんか。保証会社は保証が切れてんねん俺。保証会社入居するときずっと払ってて、あの更新できてたけど、今多分ね保証切れしてんのよ。引き落としされてなくて払ってなくてほったらかしで、何も言ってけへんからほったらかしてるから、保証切れてんのよ。やばない、やばない。ようこれでずっと更新してこれてるよ。更新よう分からん。だってあの任意契約やったから強制ちゃうやん、ほっといてええやん。追い出されるよマジで、やばいよ。だから言ってんじゃん、やばいって。言う通り7年住んでるからあの子に。事務所に住めないわ。あそこお風呂ないし、トイレ共同やし、嫁とあのとこに住めねえわ。まあ、電気はある。だって電気ある言うても使い放題ちゃうしかない。寝れる分は寝れるけど、風呂ないや。家賃だけで考えたら安いけどな。うん、家賃だけで考えたら。かわいそうやろ。だからかわいそうやと思うならもっと盛り上げてね、助けてよマジで。お願いします。じゃあまあ10時回ってんで、ジャグラー行く、ジャグラー行く。やばいよね。だからなんとか金ある
くなる人集めてアイテムこじらんとやばいよね。どうやってアイテムこじれんの。俺こじったことないかわからんねんけど、他のやつはようもらえるよね、あんなアイテムわけのわからん。なんか初見さえもいきなり花火くれる人ってあれなんなん、あれ運営、あんな欲しいわ。あんな人ら、あんな人ら10人ぐらいおったら花火ドーンでやりちゅーって言うだけでいいんやろ。そんな人の金やから手数料取られても全然そんなもんね、あの協定に入れるよね。っていうか、じゃあね、これでもらったら、ふわっちからペックス、ペックスから楽天銀行、楽天銀行からボートやから手数料いらんのよ。なんとかならんかな。なんとかならんかな。なんで俺の配信ナイスついてないの。あ、ウサギやからか。ウサギやめる。もうウサギやめる。だってウサギジャンプ飛んできえへんやん。メリットないもん俺の枠。俺ウサギするメリット全くないもん。どうせけえへんねんから。これで他なんか飛んできてウサギジャンプ来ててね、盛り上がってんたまらしも、俺の枠ウサギ枠にする必要ある。よそや飛んでってムチで飛んできえへんねんこれ。見て、47歳のおっさんのひげ剃り3人見てるけど朝っぱらから47歳のおっさんのひげ剃りをね3人見てるで。iPhone が儲かってたらな。iPhone が儲かってたらな。さあ、誰か面白い人らんかな。いいよね、枠開いただけで200人ぐらい見てきてる。どうやったらそんななの。なったことないかわからん。やってることあんま変わらんのにね、何が違うんやろね、このサーバーって。なんなんやろ。やっぱあれやな、あの、ブサイクじゃないと損やな。ブサイクじゃないと損やわ。ブサイクの人たちは得でいいよね。もう顔出して配信してるだけで人寄ってくるやろ、ブサイクやったら。このブサイクに負けたかったわ。ちょ待って、ちょ待って、俺、またおすすめきせえな。永久おすすめ規制か俺。折れへんで。折れへん折れへん。折れへん折れへん。マジで折れへん。びっくりすんねんけど、ほんま。なんなんこの運命。あ、5人見てるな。俺どこにおる。俺おすすめ規制じゃない。あ、おるわ。おすすめに乗ってるわ。で、顔規制やん。どんな規制やん。おすすめにも乗るようになってきたな、ついに。この辺になんかちょっと中途半端な長さのヒゲかなんか顔毛みたいなのが入るのやめてほしいよな。思えへん、この辺の顔毛。この辺の顔毛。こっちでもそれへんし、こっちでもそれへんし。微妙に細くてヒル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 ってこうピューって糸引いてんのやめてほしいよな、これ。伸ばすに伸ばされへんじゃん。そんなことない。顔毛ってそんなことない。見て、47歳のおっさんのひげ剃り5人見てんで。どんだけ平和やん。根っこじゃないよ。別に根っこじゃないよ。普通にひょろげあるやん、ひょろげ。
この辺にヒョロゲ入ってけへん、この辺、この辺に。この辺にヒョロゲ入ってけへん、この辺とか。剃っても剃ってもヒョロゲ入ってけへん。もう画面を俺、配信画面鏡代わりに使ってんで。配信画面鏡代わりに使ってんで。誰かちょっとジャグラー代か携帯代協定すすになってるよね。協定すすって協定代誰かちょうだいね。眠い俺もう めっちゃ寝すぎ。昨日夜勤なかったから夜も帰ってきて疲れて寝て11時ぐらい、12時ぐらいから寝て、ずっと寝てたわ。久しぶりに俺寝たら、ね、夜、やっぱに、夜はやっぱ人間寝るもんやな。夜寝た方がなんかすっきりするな。久しぶりに俺寝たわ。ずっと夜勤やったやんか。人参やで。人参でもありがとうございます、どかんたかった。人参がなんかな、お金に変わったやのにな。なんか人参もらってなんかメリットがありゃいいんだけどね。何にもメリットないやろ、配信者に。人参とかメガホンって配信者に何のメリットもないやんか。別にこれでね、マンスリー上がれるわけでもなく、ね、デイリー上がれるわけでもなく、お金がもらえるわけでもなく、メリットもないやんか。人参をね、それ100万本、200万本ね、山ほど儲けてる人たちはね、なんていうのランキングに多少関係あるんかもしれんけど、もう俺ぐらいアイテム、無料アイテムしか飛べへん人間からしたら、これはどうでもいい話やん、マジで。これはメガホンとか人間、どうでもいい話やん、マジで。配信者って、こう、あれよね、格差がでかいよね。格差が。配信者って格差がでかいわ。何年やっても、何年もやっててこれやで。どうするマジで。稼げた試しがないねんけど。一瞬でもさ、稼げたらね、配信俺であの時ちょっとこんだけ稼いでなとか言えるけど、稼げた試しがないからな。1ヶ月でも配信でね、飯食えてたとかやったら、まだ、俺配信者やねんとか言うて、呼ばれるかも。配信者じゃないでこれ。素人や。ヤクライク。昨日1時で2回見したよ。ジャンバリ2回したのに4000しか買ってへんで。ジャンバリ2回もしたのに4000しか買ってないんだよ。ジャグライク。暇やろ、ジャグライク。じゃあ協定代くれてもいいけど、楽天銀行に金入れようと思ったら3万じゃないと手数料かかるやんか。でふわっちでポイントくれたらね、ふわっち、ペックス、楽天銀行をテレボートで、ね、手数料無料でいけるのよ。すっとでだから楽天銀行に振り込んでくれてもいいけど、楽天銀行への直振りでもいいけど、別に花火でもいいよ。花火6発ぐらいだ。延長できへんで、延長台ないから。この間ショーターさんに持ったビルダイヤもすでにペックスポイントになっとるから。ペックスポイントになっとるから、うん、それでいてペックスポイントが2000ポイントしかないって。どんだけ自利品なんだよ。ギリギリビール代しかまだペックスポイント持ってねえよ。どうすんの、ジャグラー行くの。もうジャグラー行くで、ほんまね。マジでくれないんだったらジャグラー行くよ。もっと拡散してアクセス集めて花火が飛んで、それで家でボートするかね。ジャグラーのどうでもいい、俺の無言配信見るか、どっちがいい。
近い俺の無言配信、どっか電話する暇やから電卓の時間やけど、なんかないかな電話するところ、無言配信。まだ日本タバコ産業、俺タバコ見て何年も経つのに未だにこれ届くねんけど、もうええってタバコマジで吸わんから。え、どうせ負ける。いや昨日も勝ったで、このとこ、このとこジャグラー勝ってるで、ジャグラーで勝って協定で負けてんです。タバコカプセル、タバコスティック無料引き換え券、これ買いに行こうか、ファミリーマート限定やって、これ買いに行く。別にタバコ吸わんけど、これ買いに行って無料やから、これ買いに行ってこれネットで売る、これ売れるかな、誰かこれ買えへん、このチケット買えへん。お好きなブルーム専用のタバコカプセル、タバコスティックのいずれか1箱無料でお試しいただけます。そうそう、これ買いに行ってリスナープレゼントする。なんかちゃんともらえるらしいで、無料、タバコ無料引き換え券いる、欲しい、誰かあげるで、おタバコ吸わんからいらんの、あげるで。お腹空いてきたわ、お腹空いてきてんけど、ちょっと誰かピザ取ってや、誰かピザ取ってや、じゃあお前らが払うねんで、着払いちゃうで、着払いじゃないで、お前らが金払うねんで、金払ってないピザが届いたら、金払ってないピザが届いたらそれいたずらですって警察行きにしちゃうからな、お前ら。もうどうすんのよマジで、お金ないの、お金ないってばさ、家賃と携帯でどうすんだよ。ああ、金ねえわ。せっかくこの間ね、ヨトセブン当たったの。ヨトセブン当たってるの。で、ヨトセブン当たってるの、こんな金ない。ヨトセブン当たったっていう証拠見せたとか。風呂入ってきていい、バッグ開けてアイテム投げれるようにしとくから風呂入ってきていい、ロト成分どれ、これか、せめて3等当たらない意味ないよな、5等とか1400円、5等当てて1400円、数字が4つも揃ってて1400円しかないの、ね、もう無言にしようかな、風呂入ってこうか、協定代もジャグラー代もくれへんしょお前らはよ、じゃ風呂入ってジャグラー打ちに行こうか、暇やから、じゃあお昼でも食べようか、なんで今更消すの、もうええやん、このタイミングで何おらんかったことにしようみたいな、出来残しといたるから、